令和のまくり姫、そう言われているのが三重支部の高田光選手。 F2 の自己パン状態となってしまっていたので、直近は大きくまくる姿は見納めとなっておりましたが、そんな中で第二のまくり姫ともいえる片鱗を見せてくれた癒し系の美女レーサーをご紹介させていただきます。今後もボートレースの情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。上優香、三重支部所属129期 B1 級ボートレーサー、まくり屋でもある高田光選手と同じ三重支部に所属しております。そんな上選手は中学高校卒業時に即入所といったことではなく、一旦高校卒業後は就職をされて、社会人経験が5年もあり、同期の中ではきっとお姉さん的な存在であったであろう上選手。じゃ特別何かのスポーツに長けていたとかとかを思うかもしれませんが、実はそんなことは一切ないようなんです。ボートレーサーといえばスポーツ推薦とかで入賞を獲得する選手も多い中、上選手はご自身で語られているように全然スポーツは得意ではないようで、高校時代も帰宅部だったという、ボートレーサーとしては異例の経歴を持っています。苦手と言いながら養成所にて成績が129期女子トップだったのが、この上選手もともと持っているポテンシャルと言いましょうか、面接官の方々はこの辺のセンスを見抜いたということでしょうかね。師匠は三重支部若手のホープでもある豊田健志郎選手。最初から教えてくれていた中、流れで師匠となっていただいたようです。ちなみに同期の小坂部選手や寺田選手とよく遊んでいるようです。1年間苦しい経験を共にしたことは、やはり大きいですよね。そんな上選手は違う仕事をしたいなとなっていた。22歳の時に琵琶湖でのペアボートに乗ったことで受験を決意。昔は14歳以上21歳未満の人しかボートレーサーになれませんでしたが、15歳以上30歳未満となったことで門戸が緩和されたことで、上選手のような美人レーサーが誕生できたということでもあるので、社会人経験者にもチャンスが生まれたというのが素晴らしいことだと思います。今後も上選手のような社会経験豊富な美人レーサーがどんどん生まれてきてほしいところなのですが、そんな上選手が支部の先輩でもある高田光選手のお株を奪うような強烈なまくりを披露してくれました。そのレースとは2024年4月に平和島で開催されている一般戦第69回スポーツ日本ゴールデンカップ。2日目1レース、上選手以外は全員男子レーサーばかりとなっている中で、5号艇には地元 A1 級の新井選手もいたりとなっている中で、上選手が秘策に出ます。チルトを2度に上げる調整を見せます。もともと体重も男子レーサーと比べると軽い上選手、そこでチルト2度の調整となればしっかり合わせられると、めちゃくちゃスピードが出ることは間違いないです。事実1号艇の佐藤選手よりもコンマ20も早い展示タイムを叩き出します。通常展示タイムは引き波がない中で走るので1号艇が一番時計を出しやすい中なのですが、4号艇の上選手が一番時計ということなので期待値も高まる場面でした。しかし本当に決まるのかと疑心暗鬼にもなるシチュエーションなのですが、実際どうなったのかを見てみましょう。明るい日差しの下で迎えましたシリーズ2日目、本シリーズは6日間シリーズの熱戦第69回スポーツ日本ゴールデンカップ。2日目レースコースは第一競争予選第一レースが始まりました。角4号艇上68号機は菅選手ユーシスモーター、5号艇の新井翔吾、昨日は前半の競争で2コースから差して勝利を飾っています。枠なりスタイルは3対3、風はホームスレッジが緩やかな追い風、風を受けてのスタート、枠なり3対3で第1競争スタートしました。4コース角からは4号艇の上コーススタートになりました。1周1枠内3艇を叩いていきます。第1段枠トップ旋回、外から5号艇新井が続いていく、内からは3号艇の水原がこの新井をブロック、内をついて1号艇の佐藤です。立て直していまして2番手争いになっています。先頭は4号艇上、リードは4艇身くらいになっています。スタートは正常でした。1周バックストレッチを通過、第2段マーク
先頭は4号艇の上優香抜け出しました。そして2番手争いは1号艇佐藤が回り切りまして、直線コース2番手リードを取ります。4番1番の順、あとは3番手外、3号艇水原、このうちから5号艇新井、3番手は競り合いになっていますが、前を抑えた3号艇の水原が3番手、4番1番3番の順、2艇審査、うちから5号艇の新井が続きますが、第1弾マークは413で回ります。2周バックストレート、4番1番3番の順、内から5号艇の新井が続いていまして、3番手と4番手の差は一定身くらい、あとは少し切れました。2号艇の坪内、後方から6号艇梅原という体制になっています。2周第2ターンマーク、4号艇上優香先頭です。ホームスレッチ入ってきました。続いて1号艇佐藤2番手、3号艇水原と5号艇新井、この差が二定身くらいで最終周回です。アウトコース側で3号艇の水原、内から5号艇の新井、3、4番手の差は2停身半から3停身、ラスト1周600を切りました。後方では2号艇坪内、6号艇梅原の順となっています。4番、1番、3番の順、最終周回でバックスレッジへ出て、あとは内をついて5号艇新井も食い下がっています。3、4番手の差は2停身くらいで最終バックスレッジの中間点、先頭2番手は大きく抜け出しています。4号艇上優香先頭、1号艇佐藤健志郎が2番手、3号艇水原と5号艇新井、この差が4停身くらいになりまして、最終コーナー旋回です。413ゴール前直線、内から5号艇の新井ですが、3号艇の水原が3番手をキープ、1着4号艇上ゴール、2着1号艇佐藤、3着は3号艇水原ゴール、5号艇新井、2号艇坪内、6号艇梅原の順でした。見事なトップスタートのコンマ06を見せ、打ち手を一気にまくっていきます。見事な4コースまくり、お見事です。ただ直近で見ても過去10走で1着はなく、チルと2度での調整もない状態でした。ただ1走前はチルと 0.5 度に上げていたこともあってか、4コース発進とはなっていましたが、いろいろ試していたのかもしれませんね。ただ初めてのチルと2度でいきなり1着であればすごいですよね。毎回決まるわけでないとしても、武器として持っていれば強いですしね。2代目令和のまくり姫となってくれることを期待しております。引退とかはしていないですが、初代令和のまくり姫と言われる高田選手はチルとは挙げますが、マックス3度とかの調整ではなく2度以内までのイメージ、その分ペラなどで調整するのかなと思われます。ただ伸び型用のペラにすると1号艇などではターンが膨らみやすくもなってしまい、刺されてしまうケースも出るので、諸刃の剣とも言えます。スピードは出ないけどターンは鋭い、スピードは出るけどターンはしにくい、1回走りなどであればダッシュ戦しかない日は伸びしようでも良いかもですが、2回走りで内外となるとペラを叩き変える時間もなかなか難しそうですしね。単純にチルトを上げればスピードが上がるものではないと言いますし、ミスターチルト3度とも言える菅選手とかで言えば、1号艇の勝率は直近 G1 フライングの影響でグレードレースに出れず、一般戦で走っている兼ね合いもあるので逃げていますが、それでも今季ベースのイン逃げ率は 35.3% と出ているので、イン逃げは決まればいいかなという感じでの調整を実施されていると思われます。1号艇は予選で1回ですが、他の枠番の方が数は多いので、そちらの方が良いかもですね。ただ勝てば準優勝戦は1号艇とかになってしまうので、そこで2着以下に沈んでしまうと優勝戦に進めないともなるので、調整という意味含めめちゃくちゃシビアであると言わざるを得ないのかもしれません。その1着後は5号艇からはチルトを再び2度で挑み4着ともしておりますし、大外の6号艇からはマックスのチルト3度で挑んでいたりします。展示タイムも一番時計ですし、男子レーサーの中で唯一の高一点でもある女子レーサーにこんな尖ったことをされると痺れますよね。結果としましても大外の6号艇から3着に来ていますしね。極めつけとも言えるかもですが、1号艇には今は A2 級ですが、A1 級だった安河内選手、3、4号艇には地元 A1 級の新井選手に前住選手となったのですが、そんな中2号艇で予選特賞に選出されます。その時の仕様がなんと2号艇でチルト3度、もう菅選手やんと思わず言ってしまいたくなる仕様。4コースからはチルト3ながらスタートはできましたが、うちに A 級が3名も並んだ中となり、
まくり切れるほどのスタートが切れなかったこともあり、5着とはなりましたが、なぜ今節はここまでチルトを上げて挑むのか、ちょっと急に今節不思議ですよね。その答えは上選手のコメントに答えがありました。実はこのモーターは前節に菅選手が仕上げたモーター、菅選手はこのモーターでまくりを生かして1着を5本と荒稼ぎし、優勝戦まで駒を進めました。惜しくも優勝とはなりませんでしたが、伸びがマックスの理由もこれでわかりますよね。昔のように持ちペラ製でもなく、オーナーペラ製でもあるので、ある種菅選手が仕上げた状態を丸々使用することができたということになります。バランス型の選手や自分自体が絶対にしたいペラの形などがある選手であれば、ペラなどを叩き変えるのだろうと思われます。ただ上選手とすればめちゃくちゃスピードが出る仕様に仕上げてもらってる中で、わざわざスピードを落とす必要がないと考え、菅選手の調整を生かしつつ乗っておられたのでしょう。何せ伸びは節一と上選手自身も語っておられますしね。今回のことがきっかけとしてまくりの喜びを知ってもらえて、まくりに目覚めていただけるととても嬉しいなと思います。ハラハラするレースをしてくれる方が個人的には応援しがいがありますので、菅選手にしろ堀之内選手にしろ、チルトをマックスまで上げてくれる尖った戦い方をしてくれる選手はとても稀有な存在ですからね。ボートレースの世界では今チルト3度で挑む選手は少ないです。いくらスピードが出て直線は1番を取れても、ボートレースでは天候などによって2周の時もありますが、基本3回周回する必要があるので必ずターンがあります。6回のターンを鋭く回る、ここがとても重要となる中で、出足、行き足、回り足と3つの足がある中で、その中でも回り足を優先する上で調整するのがチルトマイナス 0.5 度か0度、江戸川などの河川とかであれば皆が 0.5 度以上での調整となったりもあるのですが、皆がターンをきちんと回ることを考えてチルトを上げないように調整しています。上げれば上げるほどターンしにくいので、スピードを抑えてでもターンに力を注ぐ傾向が大きいと言えます。過去はアウト屋と呼ばれる方々が時代を席巻しましたが、持ちペラ製からオーナーペラ製に変わったこと、モーター出力が抑えられるようになってからは過去のような大きな成果を上げることが難しくなってしまいました。アウト屋として走っておられた澤大輔選手もアウト屋卒業を明言して、今はバランスタイプで着を残し A2 級に返り咲いたりもしております。そんなチルトを上げて自ら外枠に行くようなレースをする選手が減る中で、今回の上選手が試したことは菅選手のモーターとペラがあってこそはあると思いますが、今回を機にチルトを上げたまくり姫へと昇華してほしいところです。今チルト3度の使い手でもある女子レーサーは堀之内選手だけ伴っており、同じ支部の高田選手もチルトは上げますが、マックス3度までの調整はしません。ただ堀之内選手も毎回チルト3度にするわけでもなく、伸びそうなモーターの時にチャレンジする傾向があり、直近のレースではマックスチルト3度ではなくチルト 1.5 度調整でトップスタートからのまくり差しで1着を取っておりました。まくりではなくまくり差しともなれるのが 1.5 度調整の妙なのかもしれませんね。師匠は豊田選手でもある上選手ですが、まくりの師匠としては同支部でもある高田選手であったり、ミスターチルト3度の菅選手、ミスチルト3度の堀之内選手に弟子入りとかしてくれたりすると、上選手が若きまくり姫として覚醒してくれる可能性もあるので、ぜひとも今回で味を占めていただいて、またチルトを上げたレースを見せてくださいね。これからも応援しております。今回は2代目令和のまくり姫となる可能性があるレースを見せてくれた上選手をピックアップさせていただきました。この他にあなたが知っていること、感想など、ぜひコメント欄で教えてください。今後も競艇に関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。